再質問にお答えいたします。青潮学園が、休業を4日間だったんですが、したのはですね、一つには停水があったと、停電による停水ですね。そういうことで保護者の皆さんから、そういう状況の中で学校を再開するのはいかがなものかというご意見があって、他の学校にも休業が伸びたという状況がございます。まあ、今度の対応に関して、先ほど申し上げました地域センターとの連携であるとか、そういったものの周知が十分図られておりませんでしたので、そのあたりについては改めまして学校にはしっかり周知をしてまいりたいと考えております。以上でございます。35番長尾春文議員。まあ、今の点は停水があったから休業ではなくて、正確には停電によりポンプが稼働しなくて水が流せなくなったので停水になったと。ですから今の話では少し誤解を招くと思います。要するに非常電源のバックアップという考え方がない限り、まあ、このように停電が続くですね、可能性のある地区においては学校の休業が免れない可能性がありますので、まあ、ぜひですね、このことについては、しっかりとですね、ご検討をしていただきたいと思います。4の松ヶ井地区の防災観光まちづくりについてお尋ねしたいと思います。本市の